フリードリッヒオットーショットは、光学ガラスを主とする応用向き材料学者で、ショットガラス工場の創設者。プロイセン王国ベストファーレン州のビッテンに生まれ、1853年ベストファーレンの窓ガラス工場の共同経営者であった父の訓導を受け、1870年から1873年にかけてアーヘンデ科学をビュルツブルグ大学で、 応用科学を、さらに、ライプツヒ大学で学び、1875年、窓ガラス製造法の欠陥を、博士論文として博士号を取得。1877年、スペインのービエドに、応用向き材料の工場を創設。1879年に、エルンストアッベに、リチウム素材の光学ガラスのサンプルを納品。1884年、 カールザイス社の共同経営に参画し、共同会社として、ショット共同ガラス工場を創業する。1886年非分散光学ガラスを開発。アポクロマートレンズをアッペの依頼により開発。1887年から1893年に渡る時代に、高酸系素ガラスを開発。耐熱、耐化学特性を有する光学ガラスを製造。 家ガラスとして、実験用ガラス製品、物理用、温度計用各種ガラス製品にその名声を、不動のものとした。1919年、自らが持つショットの全株を、カールツァイス財団に移し、その一員となった。ホタル意工学材料も開発し販売。現代の科学的な応用向き材料科学の創設者である、チュ元リン現象の家なにて没。 ありがとうございます。